国鉄は重軽電気機関車。アジュー型は、1954年、昭和29年に登場した日本国有鉄道、国鉄の直流電気機関車である。1957年、昭和32年までに64両が製作され、東海道本線、山陽本線の貨物列車券引用に使用された。国鉄が製作した唯一の八道軸機であり、 国鉄史上最大級の電気機関車である。その巨体からマンモスという愛称で親しまれた。1940から1950年代の東海道本線では貨物輸送需要が大きく、最大1200トンの重量級貨物列車が大型蒸気機関車の牽引で運行されていた。輸送能力の逼迫と石炭供給難を背景に1951年、 昭和26年に再開された東海道本線電化工事は急速に進展し、1953年昭和28年には浜松名古屋間電化が完成した同年中に名古屋稲沢間を延伸。この時点で名古屋舞原間の電化は目前となっており、さらには京都までの電化による東海道本線前線電化完成も視野に入りつつあった。 前原電化は1955年、東海道前線電化は1956年に完成。しかし、この間の大垣関ヶ原間は10パーミルの勾配が延々6キロメートルに及び連続し、ことに機関車牽引の重量級貨物列車にとっての難所であった。1953年当時最新鋭の貨物用、電気機関車であった EF15 型をもってしても、 この区間での1200トン列車短期牽引を想定すると出力不足により主電動機の加熱やフラッシュオーバーが懸念され、これでは十分な速力を得られず並行して運行される旅客列車のダイヤ設定にも支障が生じることが予測された。電化のみでは関ヶ原のアイロの解消は叶なわなかったのである。対策としては補助機関車の連結もあり得たが、 これでは電化の意義が薄れるため、e f 1 5型を凌駕する性能の強力型機関車を開発し、関ヶ原越への問題を克服することになった。この新型機関車、A10 型は e f 1 5系、6軸、主電動機6個と、ほぼ同性能の主電動機を8個使用する、日本では前代未聞の8同軸式大型機関車となった。同軸を軸としたことで、 全長22.5メートルに及ぶ長大な車体は中央で二分割され、箱型の二車体を永久連結する得意な構造となった。二車体間は永久連結機で結合され、金属製の特殊な貫通ホロと高圧引き通し線が渡されている。全長がこれまでの機関車以上に長くなったことから、校内有効長における機関車専用長さを少しでも減らすために、 限りある、校内有効長中で、機関車が専用する長さが大きくなると、その分だけ、貨車の連結量数が減る従来の貨物用電気、機関車で標準的であった、前頭部のデッキは廃され、機貫通構造となった。従来の国鉄電気機関車は、後半部材の組み立てないし一体中高によって、構成された、大シャークを、すべての基礎としていた。 台車枠の両端には先輪が結合され、走行時の牽引力は台車枠の端に装備された連結器から直接客車、貨車に伝えられた。大きさは異なるが、端的に言えば蒸気機関車の台枠と同一の構造である。二台の台車は強固に連結されており、牽引力は台車同士においても直接伝えられる構造であった。 他方車体は台枠を備える者の,の自らの強度を保つ機能しかなく、機器類を覆って台車枠の上に乗っているだけの存在だった。本形式はこのような伝統的な構造から完全に脱却した構造である。台車は電車のような中高性二軸ボギー台車であり、牽引力は台車から車体の台枠を経て連結器に伝えられるスイベル式を採用。 在来型の大型電気機関車では、長大な台車構造から、曲線のスムーズな通過のために先ワが必須とされて、いたが、ボギー台車のアジュー型は先ワを要さなかった。日本の電気機関車史を見渡しても、有数の超重量級の機関車ではあるが、台車枠を基礎とする構造と先ワの両方を排したことから、出力の向上に比して大幅な軽量化が、図られている。 運転整備重量は118.4トンとなり、一方の最大軸重は14.8トンとなっている。量産機は運転整備重量116.0トン、最大軸重14.5トン。在来型機関車と違って、先、輪がないため、全軸駆動となり、重量のすべてを粘着力確保に活かせるようになった、ために牽引力が向上した。とはいえ、これだけ車体重量が重くなると、 ローカル線は元より大半の地方幹線でも転用は不可能である。逆に言えば、東海道本線での運用に特化させることで、割り切った機関車であったからこそ、ここまで思い切った設計にできたとも言える。主電動機は EF15 型とほぼ同等で絶縁強化等による熱対策を施した MT43 型を8機搭載し、 低格出力2 5 3 0ットを発生する。これは EF60 系の高期傾車が低格出力2 5 5 0ットを達成するまで日本国内の電気機関車としては最大の出力であった。制御システムは手動診断式の単位スイッチ制御方式である。従来の EF15 型から大きな差はなく平凡だが 信頼性を重視した手法である。車体や台車は近代化される一方、モーターや制御装置は在来車と同様の堅実路線をとっていたわけである。このような経緯から、本機は e f 1 5系以前のいわゆる旧性納機と ED60 系以降のいわゆる新性納機の中間的な位置にある国鉄の直流電気機関車で、 EF15 型に比して出力が30%以上、向上したことから、1200トン列車を牽引しての、関ヶ原越えに耐える性能を得ただけでなく、平坦区間での走行性能にも余裕が生じ、貨物列車のスピードアップにも貢献た。車体デザインは、民間工業デザイナーの萩原正雄が手掛けた。国鉄車両としてはいち早く、スタイリングを、 外部のデザイナーに委託したことは特筆される。全面形態は角張っているが、窓部分が凹んでおり、中央で二分割されている。二枚窓は同時期の八十系電車。また全面窓部を凹ませる手法は七十に、軽電車との禁煙性を強く伺わせるものである。車体塗装は交換、クマンバ鉢とあだ名された黒色に黄色の細体を入れた、いささか物々しいもので。 それ以前の電気機関車における茶色塗装に比し、より力強い印象を与えた。これも萩原の発案によるものである。なお国鉄の電気機関車として初めて全面下部にスカートを装着している。やはり萩原の発案である。1から4号機が試作機にあたる。当時の代表的な機関車、メーカー4社で1両ずつ製造された。 外観上の特徴として、終電装置、パンタグラフが中央寄りにある点が挙げられる。パンタグラフ2機は、パンタグラフ間の引き通し線の重量を削減するため、車体中央寄りに設置され、2つの車体の連結面側に設置された。試作機は1.3号機は黒に黄色の帯、2.4号機はどう色2号に銀の帯で落成した。両塗装を、 比較検討した結果、1.3号機の黒に黄色の帯を正式に採用、その後の量産機はすべてこの塗装で製造された。ブドウ色の2.4号機は全般検査時に滝と同じ塗装に塗り替えられた。試作機の運用実績をもとに細部の設計が変更され、重量配分が均等化されて、運転整備重量が116トン、軸重14.5トンになる。 それに伴い運転席面積が拡大した。さらに、分岐器や急曲線通過時を考慮して連結器を 100mm 前方へ突出させ、全長を 200mm 長くした。また、パンタグラフの位置は両端近くに離された。これは、複数のパンタグラフの位置が近すぎることで、河川への押し上げ力が課題となったり、高速走行中に強振を起こすなどして、 河川に悪影響を与えたためである。そのため、写真などでは、パンタグラフの位置で、試作機との区別が容易にできる。1955年、昭和30年10月に、東芝で落成した15号機は、製作時から、高速手電動機を装備し、歯車比も高速寄りとなった高速試験機で、突色も、量産機の黒から武道色2号に変更されるなど、異彩を放っていた。 高速度試験については、次で述べる。試験終了後、歯車費や図色は、量産機と同様に改修された。この当時、東海道本線の輸送需要逼迫により、列車の高速化が急務とされ、その一環で、東京大阪間を6時間30分で結ぶ、超特急列車の運転計画が検討されていた。そこで1955年12月に、 前述の15号機と当時完成したばかりの軽量客車を用いて高速旅客列車の牽引試験が行われた。高速旅客列車試験では最高で時速 120km を達成し、また特急、つばめ等の定期旅客列車の牽引にも試験的に充当されて高成績を得た。この実績により、優等旅客列車牽引用の八軸機、A50 系製作計画も浮上した。 だが、軸重の大きい機関車を高速で走行させる場合には、軌道強化が必要で莫大な費用がかかる等のデメリットが大きいと判断され、その後の国鉄は、中高優等列車については、後の新幹線へもつながる軽量で高速な電車方式に重心を移し、速度試験も151系などで行われるようになり、アゴ十型は計画が中止され、未成車両として終わった。 15号機も試験後は通常の貨物用仕様に戻された。本形式は東海道本線においてその高出力ぶりを遺憾なく発揮していたが、この高出力を郊外線区の牽引定数増加に役立てることはできないかという観点から、1966年、昭和41年に14号機と64号機が交付機関区に貸し出され、 1966年5月14日から21日にかけて中央東線交付帯上薄訪間で25パーミル勾配区間における運転性能、粘着性能試験が実施された。試験の結果は、牽引トン数650トンで空転が発生するなどかんばしいものではなかったため、アジュー系の急勾配線区への投入は断念された。運用末期。 オリジナルの菱形パンタグラフである PS15 系の部品不足により1976年昭和51年2月に21号機が下枠交差式の PS22 バイトを装備したのを皮切りに重量ほどが PS22 バイトへの乗せ替えを行った。これは捻出した PS15 型によって予備部品を確保するという面もあった。 51号機と60号機は側面中央寄りにあるエアフィルターが変形鎧糸となっていた。60号機は一時的に変更した。また、30号機はビニロックフィルターとなっていた。当初は東海道本線の高速貨物用として使われ、1959年11月から東海道本線、東京、汐留大阪、梅田間で運行開始された。 国鉄初のコンテナ特急貨物列車、宝号の原因に充当されるなど、その高出力を発揮して活躍した。しかし1960年以降、EF60 型に始まる、新世代の6軸電気機関車装備と、コンテナ列車等の高速化に対応できなかったことから、一般貨物用に転用された。その後も東海道、美濃赤坂支線を含む、山陽本線、 岡山総社上位と、宇野線のみに限定される形で地味な運用に徹した。山陽本線岡山伊勢では、背の八越えの際、その特性上、補助機関車の EF59 型や EF61、計200番台との出力均衡が困難である、ことから、入線しなかった。1975年、昭和50年以降、老朽化が進行し、 大型機でた線区への転用が困難なことにより、急速に数を減らしていった。1981年、昭和56年4月1日の宇野初、追田奏車乗域3370列車を最後に運用を終了し、1982年、昭和57年までに全車両が廃車された。保存機は61号機のみで、他はすべて解体された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。